次に安倍内閣総理大臣からご祝辞をいただきます。先ほど伊達議長から1分半で終えようという厳しいお話がございましたので、国会答弁でも長いというご批判がございましたので、きっちりと時間通りに行くために、書いたものを読まさせていただきたいと思います。本日ここに参議院70周年記念祝賀会が開催されるにあたり、内閣総理大臣として一言ご挨拶を申し上げます。終戦後まもなく日本国憲法の下、参議院において初の選挙が行われてから本年で70年となりました。この間我が国は先人たちのたゆまぬ努力により、戦後の廃墟と窮乏から平和で豊かな社会を作り上げてまいりました。改めて先人たちの ご労苦に感謝申し上げるとともに、参議院が国権の最高機関の一翼を担われ、たゆまぬ改革によって常に良識の府としての役割を果たし、県政の確立と発展にご尽力されてきたことに心より敬意を表したいと思います。今日は多くの元参議院議員の皆様にも、元議長の皆様にも、副議長の皆様にもご出席をいただいております。改めて敬意を表したいと思います。この70年間で社会経済そして世界の情勢は大きく変化し、現在少子高齢化等新たな難しい諸課題に直面しております。先人に習い今を生きる私たちも、一つ一つの課題に真正面から立ち向かい、未来への責任を果たさなければなりません。誰もが生きがいを持ってその能力を存分に発揮できる社会、国民が安心して暮らせる豊かで平和な社会を作り上げていくため、政府としても全力を尽くしてまいりたいと考えております。今後とも参議院が我が国のさらなる発展に大きな役割を果たされることを切に願い、私の祝辞といたします。平成29年5月19日、内閣総理大臣安倍晋三おめでとうございました。